こんにちは、学長ラウンジ。今日はですね、大学の外に出てきました。今私がいるのは山形のですね、中心市街地の七日町と言われているエリアなんですけど、華やかな商店街だったんですけど、たくさん空きビルとか、まあ、空き家とか空きスペースがあるんですね。そこをどんどんこう学生寮にしていこうというプロジェクトがありまして、山形クラスというプロジェクトの中で生まれた素敵な、学生寮を紹介したいと思っています。ここちょっとご覧ください。こういう人ね、ちゃんと石畳になっていて、いろんな店舗があります。でこっち見ると大きなですね、デパートがあるんですけど、デパートが何棟か、並んでいるような場所です。まあ、いくつかのデパートはですね、残念ながらもう閉店したんですけれども、まあ、この町これからですね、商業ではなく違った意味で生まれ変わっていくっていうのの、まあ、一石になればいいなと思って、こういう学生寮を考えてみました。ちょっと今日は実際住んでいる学生たちにもお話聞けるということなんで、行ってみたいと思います。女子専用の寮って聞くと緊張しますね、行くのが。そうなんです、ね、普段男性は入れないですもんね。入れない。こんにちは。リノベーションとですね、不動産のお仕事をされている、今野さんに、今回はちょっとこの山形クラスのことを紹介していただこうと思っています。実質ここのオーナーということですね。はい、こう山形クラスってこうありまして、山形このロゴはみんな一緒なんですけど、いろんなところにある空き家とか空きスペースを学生寮になった時にこの名前になって、でそこにそれぞれ名前がついていくと。でこれ貴重な第1号の、寮なんですけれども、七日町一番街ということで、ありがとうございます。ご協力いただきまして。最初にですね、このプロジェクトをお聞きになった時はどんなお考えでしたか？私たちもこのビルを所有する段階で、はい、この地域にですね、はい、何か貢献できることがないのかなっていう思いで、まず所有始めまして、その後いろいろ模索してた中でお話しいただきまして、この計画っていうのは地域に貢献できる内容じゃないかなっていう思いで、賛同させていただきました。今野さん、普段からビルとか、はい、不動産もお持ちだったり、はい、それをまたリノベーションしてっていうのは通常は商業ベースだったわけですよね。そうですね、なんか店舗とか、はい、飲食店とか、はい、そういうものですかね。そうですね。それどんどんやっぱ需要は少し変わってきたんですか？変わっておりますね。はい、僕この昔を知らないんですけど、すごくたくさん人が歩いていた町なんですよね。ここは多かったですね。はい、どっちの方が中心なんですか？やっぱ向こうですか？向こうの方が中心にはなってますけどね。やっぱりここも非常に多く人の動きがあったところなんですけども、でかつてはお買い物といえば七日町、はい、駅のこの中心駅前っていうんですかね、中心市街地に来てお買い物してたと、はい、大きなデパートもあってって感じですね。そうですね。今ここはもともとどんなビルだったんですか？その何に使われてたんですか？ここの寮になる前は最初の、所有された方は、横浜の方なんですけど、はい、ここが全部県外の方なんですね。そうですね、全部ファッションビルということで、はい、ブランド品のそういった、ショップが入ってたんですね。そうなんですか。じゃあもともとブティックに、はい、そうですね、今学生たちが住んでるんですね。はい、そうですね。服はないわけですよね。服はないですね。スペースがあって、はい、そこに住んでると。じゃあ、はい、決して居住用に作られているビルではないということですか？元々は違ってます。はい、じゃあだいぶこう、はい、構造的にリノベーションしないと、学生たちが住める感じにはなってないと。そうですね。分かりました。ちょっとでは中見せていただきながら、はい、またお話伺えればと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ。こちらです。お、自転車置き場。はい、
ここガッと持って上がっていくんですね、ここはね。そうですね、自転車ここあのちょっと急ですけどスロープつけて。これ女子用ってお聞きしたんですけど。女子専用です。女子専用です、はい、女子この自転車こう持ってくんですね。持ってきます、うん、なるほど、はい、たくましいですねありがとうございます。じゃあのあこっちですね、集合ポストがあって、はい、うん、はい、じゃあ失礼します。これみんなはここの鍵を持ってるんですね。そうですね、学生たちこちらの方で、はい、はい、はい、ありがとうございます。あ、ここからドキンですか。はい、はい、下足スペースになってます。あ、靴箱ですね、はい、こういうのも作ったんですね、はい、じゃあみんな帰ってきたらここに靴入れて。そうですね、うん、はい、皆さんそこに入れていただいて。なるほど、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。すいません、なかなかあの女子専用の寮ということで、学生に紹介してもらうというのは難しいと思ったんですけど、あの協力してくださるということなのでちょっと聞いてみたいと思います。あのここはあれですよね、21人ぐらい、22部屋でしたっけ。22部屋です。22人の人たちが交流するこう共通の場所。そうです、そうですね。なんて呼んでるんですかここは。教養。教養みんなの中でニックネームみたいにないですか。ない、広場でな、何時ねとかのないんだ。教養に来てっていう。じゃあ教養でとかキッチンとかは言わないんですか。ない、うん、そうかそうか。洋画を絵を描いている1年生と建築環境を勉強している1年生で、他にどんな学科の人がいるんですか今。日本画と、日本画、はい、彫刻と、うん、プロダクトと、プロダクトデザイン、はい、コミュニティデザイン、コミュニティデザイン、はい、あ、いろいろたまたまバラバラなんですね、はい、洋画の人はいないんですか他には。洋画はあと1人、あと1人いる。建築は、建築も1人まだここには来てないんですけど。あ、そうか、そうか、そうか、うん、今コロナなんでね。なるほどね、そうか、そうか。どうぞどうぞ、たまたま入ってくださいすいません、はい、いろいろな教養部分なんでみんなここに用事がある人が多いと思うのでちょろちょろみんな入ってくると思いますけど、うん、あと山大生はみんな教育学部ですか。あの理学部の理学部もいますし、はい、うん、なんだっけ、地域、はいはいはい、そういう学科の子もいるので。山大生ともみんな普通に交流があると、はい、そうですね、いいですね、理想ですね、はい、ありがとうございます。ごめん、緊張してる？大丈夫ですもうあのうちわしか見てない番組なので、あのまず驚いたのがこのジャーがドドドドドドって展覧会のように並んでますけど、うん、これはあのそれぞれ専用の私のジャーなんだ。そうですね。うーん、君のどれなんですか。私の一番端っこの黒い、あ、釜みたいなやつ。黒い、そうです。一番なんかご飯が美味しく炊けそうなやつ、ね、ちなみにどれなんですか。あ、私は置いてないです。置いてないんだ、はい、そういう時はじゃあ貸してみたいなこともあるの少し。あ、いや、私はあのレンジで。あ、チンするんですね。チンご飯ですね、はい、あ、なるほど。あの面白いというか、これがなんか食器なんですよね。食器入れとか調味料入れとか、うん、そうですね。ちょっとこれが一人用で、これが私の道具なんだ。そうです、うんうん、あと鍋とかフライパンはみんなで共有するってこと。そうですね、そうですね。持ってたりする子もいるので自分で使ったり。すごいのがレンジフードの数を見れば分かりますけど、こうコンロ台が 1,2,3,4,5 台あるんでしょ、うん、5人の人が一気にチャーハンとか作れるわけ。調理できちゃう人が多い時はそうですね、うんうんうん、そっか。これでも誰がどのキッチンっていうんじゃなくって、ちょっとここ見てもらっていいですか。これみんなあれなんですね、それぞれ好きに料理作れるわけ。そうですね、収納の場所は決まってるんですけど、うんうん、基本的に空いてたらどこでも使ってます、なんかあれだね、この寮にこの山形クラスの七日町のチームだけのために料理教室とかできそうだね。そうですね、うん、こっちがまあメイン でこっちはまあそれぞれ作ることができる。そうですね、はい、うん、楽しいですかここでご飯食べて。あ、そうですねどう、普段食べてると誰か来てお話ししたりとか。そうですね、うん、なんかだいたい7時ぐらいとか、うん、なんか夜は決まった時間ぐらいに、
集まってきたりすることが多くて、うん、でみんなでテレビ見ながらとか話したりとかしながら食べてますね、うん、なるほどなるほど、うん、大学の近くのワンルームマンションに一人暮らしっていう選択肢もあったわけじゃないですか、うん、そうですね、うん、遠いんですか実家は。もう県内なんですけど電車で1時間以上かかるところ。あ、そうかそうか、うん、県外ですか。北海道から。あ、そうかそうか。じゃあもう一人暮らししか手はなかったわけですよね、うん、そうですね、うん、でここの山形クラスに入ってみたいと思ったなんか動機ってあるんですか。一番は安いからですね、うん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 、家賃が。でまあその分親に負担をかけずに済むかなという。なるほど、経済的な理由ですね。どうでしたか。私はもともとその実家から通うことを許されて下校台に来たんですけど、うんうん、でも朝がとても弱くて、うん、始発の電車には乗れそうになくて、でたまたまその学校のホームページでこの記事を見つけて住むことになりました、うん、そうかそうか。県内の大学だけど県内って言ってもねとても遠いとこあるもんね、うん、そうなると始発なんだね。それぐらいの時間に出ないとこっちに間に合わなくなる、うん、そうかそうか。始発もそうだし終電も都会の電車みたいに遅くないもんね、うん、はい、だからそう盛り上がった時点で帰んなきゃいけないってこともあるよね、うん、そうなんですね。そうか、ちょうどいいですねそういう意味ではね、はい、うん、なんか宮城からの人っていうの住んでます。ここいらっしゃいます。なんかその人たちが高速バスでね、うん、山形と行き来してなんだかんだかかる経費がだいたい3万円ぐらいっていうので、うん、3万円ぐらいのアパートってなかなかないので、うん、3万円ぐらいだったら宮城の人も住んでくれるかなと思ってたんですけどね、うん、よかったよかった。県内の遠い人も含めてたので、うんうん、1年生から何年生ぐらいまでいるんですか。3年生までいるんだ、はい、へえ。やっぱその学年っていうのはこうリスペクトされるの、この空間で。結構垣根を越えて関わることが多くて、うんね、学年も専門もなく、はい、うん、やっぱさすが3年生のチャーハン違いますねとか言うのね。なんかその実家暮らしからこっちに移り住んできた3年生の方がいらっしゃって、その人はすごい料理が上手で、時々そのプリンを分けてもらったりとかしてとっても美味しくて、お姉さんというか、はい、そうかそうか。この前唐揚げ大会とか言って、いややったんだ、揚げ物をあげたりとか。唐揚げ大会やったんです。そうです。なんか月に毎回1人500円ぐらい出して、うん、集金をしてるんですけど、うん、その余った分で、うん、なんかカレー作ったりとかをして、みんなで食べたり。なんか、今日そこで、うん、なんか掛け棒ってあったね。うん、あそこに、なんか、この月のいつでもいいから入れてね、みたいな感じで。それは何か共同でかかるものに使おう。そうですね。うん、みんなでちょっとずつ貯金してるんですね。うん、へえ。それで唐揚げ大会やってみた。あ、でも面白いよね、それもね、うん。部屋っていうのは広いんですか。いや、ホテルの一室ぐらい。そう、なんかビジネスホテルぐらい。ビジネスホテルぐらい、はい、で必要なものは揃ってるんですね。ちょっとしたテーブルと、はい、なんか自分で全部揃えて。家具は自分で揃えるんですか、はい、そうかそうか。どんどん言ってくださいね、もっとこうした方が住みやすいとか、うん、その住んでること自体が一つのデザインなので、皆さんの意見が大事です、はい、ありがとうございます。住んでいただいて本当にありがとうございます。作ったらいいけど誰も来なかったらどうしようって言った責任者としてはドキドキしてたので、ぜひいろいろ要望を言ってくれればと思います。また学校でも声かけてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ここで絵描いてる人がいる。それ私です。私なんだ。全光、全部光が入る快適なアトリエです。今ちょっと場所を貸してもらって。あ、そうなんだ。汚さないようにして、汚してもいい感じのなんかもうアトリエにしちゃえばいいんだね、多分。あ、面白いですね。ありがとうございます。はい、学習スペースってあるんだ。おー、すごいすごい。へえ、なんで使用禁止なんだろう。ああ、多分ソーシャルディスタンス。
へえ。そっか、各部屋だとどうしても床で勉強になるけど、ここだと座れるわけですね。そうですね。これいいですね。使ってる？私はここはまだ利用したことないですね。今コロナ禍で山田さんもうちも割とリモート授業多いじゃないですか。そうです、ね、そうするとさ、隣の部屋のリモート授業の声とか聞こえてこない？あ、いや、リモート授業の声は聞こえないですけど、うん、電話とかの声はたびたび聞こえます。たびたび聞こえるんだね。そっかそっか。へえ、自習室もあっていいですね。ありがとうございます。ランドリールームだね。ランドリーですね、はい、ランドリーは今ちょっと物置いてあるのでちょっとあれですけど、 あんまりあ、大丈夫大丈夫、そのディティールは映さないから。でもこんなにあるっていうのは、じゃあちょっとドア持っててもらっていいですか。そうですね。あ、はい、あとはこうランドリールームですね。ランドリールーム、ここもいいですね。街に行かなくていいですね。ここで洗えて、そうかそうか。で、本当に管理人さんは普段いないわけですよね、で下のセキュリティと学生たちの自主管理でやると、なるほどなるほど。お風呂、はい、ここがお風呂ですね。入浴中って書いておくやつですね、多分。へえ。お、ちょっとじゃあカメラ行きますか。先にお部屋についてるのはシャワーだけでしたっけ、それぞれのお部屋にはじゃあちっちゃなシャワーがあって。そうですね。でこれお風呂入りたい時に使うんだ、はい、みんな入ってるんですか。わからないですけど、入りたい人はとドアの前のホワイトボードに時間と名前を書くっていう感じ、なるほどね。ここに入浴中って。そうですね。じゃあ学長入浴中って書いてある。なんで入ってるんだって。そうなんですね。で両方2つあるんですよ。こっちも今入ってないですよね。入ってないですね。どういう感じなんですか、向かい合わせ。そう、同じですね。でもなんかいいじゃないですか、広くてお風呂。多分冬を迎えると入りたくなると思いますよ。そうですね。まだ春なのであれですけど。じゃあこうやってお風呂入りたいときと自分のシャワーと、あとキッチンはすごい広々してるし、共用部分はなかなかいいですね。そうですね。